はい、よろしくお願いします。今回は数三の速度と加速度丸三円運動編をお送りします。で、今回ね、この2問やりますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よっしゃ、行きましょう。で、今回は円運動っていうことで、まあ円運動してるんですけど、実は別にこれが円運動って気づかないと解けないかっていうと、全くそんなことはなく、普通に解けます。解けるんですけど、まあ x と y がね、こういう風に与えられてます。3コサイン 2t と3サイン 2t と。なので、一応ね、こう軸があった時に円がありますと、こうやって、で、半径3出てるからね、半径3で、中が 2t か。ここが 2t で、ここに p がいますと。状態としてはね。で、それがこうぐるぐる回って円運動してますよっていうものを扱ってはいるんですが、まあ、そうなんだっていう感じで、まあ聞いてください。やり方に関しては変わんないです。結局、前回の平面上の運動、丸2の方ね、1個前の動画の平面上の運動と変わらないので、やることは変わらない。ただ、まあ気をつけることとしては、速度と加速度で今回問題提起、問題をね、出しているので、まず速度の方は、v ベクトルを求めるときは速度なんで微分するじゃないですか。で、それぞれ前回と同じように、まず x を t で微分して dx dt やっていくと、これは、コサイン 2t が、まずコサインがサイン、マイナスサインに変わるから、マイナスサイン 2t になるんだけど、ここ 2t でね、あるから 2t を微分したもの、あ、2だね、が出てきますと。つまり、マイナス6、サイン 2t と、こうなります。で、同じように、y も t で微分する、dy dt すると同じですね。サイン 2t がコサイン 2t になります。ただし、2t の部分ね、微分しなきゃいけないので、2t を微分した2が追加で出てくるので、6コサイン 2t と、こうなると。で、一個前の動画の時、まあ、速度と速さのね、違いをちょっと説明したんですが、今回速度です、求めるの。前回みたいに速さを求めるんだったら、絶対値 v ベクトルを求めなきゃいけないので、2乗して2乗して足してルートに入れるってやる必要があったんですけど、今回は速度なので、 v ベクトルを x と微分したものと y を微分したものを並べて、マイナス6サイン 2t、 そして6コサイン 2t と、これで終了です。これが答えねとなりますので、お気をつけください。で、次がですね、まあよくありがちです。この A 運動でね、OP ベクトルと V ベクトルがね、垂直になっていると。で、こっちも同じね、V ベクトルと A ベクトルが垂直であることを示しなさいと。で、ベクトルでずっと考えてます。今ね、ベクトルの話をしてて、結局ベクトルで垂直って言われたら何すればいいって、内積ゼロですもんね。かけたものがゼロでいいだろうと。だから、ごめん、加速度を出していませんでした。普通に忘れてね、2番行きそうだったわ。まあ、行ったわ、ちょっと。A ベクトル行きます、加速度ね。で、加速度は、まあ、ずーっとやってきましたけど、2回微分する必要があるので、d 次乗 x、dt 次乗。つまり、これもう1回微分します。で、今度はサインがコサイン 2t になって、2t の部分の2がもう1回出てくるから、マイナス、12コサイン 2t と。で、同じように、y ももう一回微分しましょう。すると、コサイン 2t がマイナスサイン 2t になって2が余計に出てくるんで、マイナス12サイン 2t となるから、で、これも加速度の大きさではなくて、加速度を求めろって言ってるから、a ベクトルで括弧の中に並べて書きましょう。コサイン 2t、そして、マイナス12サイン 2t となって、これで終了です。いや、こんな感じで解いていってください。で、まあ、初見でまた2番来ましたみたいなテンションで話しますけど、で、2番は、OP ベクトルと V ベクトルが垂直ですね。で、垂直なんで、さっき言ったように内積ゼロでいきたいと。だから、いけるかな、いけなそうだな。これちょっと、うん。まあ、消すかもしれないがいいか。いこう。OP ベクトル、かける V ベクトルね。かけたもの考えましょうと。で、今 OP ベクトルっていうのは結局 PP のこの P ベクトルなんで、
この、もともと与えられてる xy ですね。だから、どっかに書きたい。ここにか。OP ベクトルは、この x の座標そのまま使っていいので、3cos2t。で、3sin2t か。これが OP ベクトルね、今ね。だから、こいつと V ベクトルこれだから、をかけると。で、今もう表されてるんで、かける場合は、X 座標と、まあ、X 座標、X と X かけて、Y と Y をかけて足せばいいんですよね。つまり、いや、これいけんな。下に行こう。横並びの方がわかりやすい。OP ベクトルかける V ベクトル。いきますね。X 同士かけます。マイナス、18で、sin2t と cos2t なんで、sin2t プラス、cos2t ですね。で、y 同士かけましょう。こことここです。こうすると、プラス、まあね、もうね、見えてくると思うんですが、sin2t、cos2t となって、まあ見事に消えるわけですよ。イコール0ですね。ベクトルかけたもの、内積が0になったので、内積が0になれば、つまり、OP ベクトル、今ね、かけたもの、OP ベクトルと V ベクトルは垂直ってことが言えましたと。これだけです。やってることはね。で、もう一丁行きましょう。同じです。V ベクトルと A ベクトル、かけたもの、内積求めましょうと。V がここ、A がここかけていきます。X 同士かけると、72か。72、sin2t、cos2t。ちょっとね、上に書きすぎました。下に下げましょう。で、Y 同士かけると、ここが、マイナス72 sin2t cos2t となりますので、これも消える、ちゃんと0になりました。だから V ベクトルと A ベクトルは垂直っていうことが言えましたとなって、これで終了となります。で、つまりね、まず、残したのは今 OP ベクトル、まあ、ここですね。 OP ベクトル、これと V ベクトルが垂直、V が垂直なんで V はここですね。こういう感じになってる。ここが垂直になってますよと。いい？で、V がここにあって、A はね、結局これ後でちょっと出すこともできるんですけど、OP の反対なんですよ。確かマイナス 4OP かな？求めると。A が、マイナス、待って、OP どこだっけ？あ、そうか。この OP にマイナス4をかけると A に一致しますよね。マイナス4かけてマイナス4になるね。だからマイナス 4OP っていうのはこれが出てくるので、まあ、A は OP の反対。まあ、4倍してますけどね。反対なので、向きはこうなる。だから結局、まあ、垂直になりますよ、みたいな話なんですが、まあ、問題を解くだけっていうところにね、着眼点を置くんであれば、こういう風に解くことができるので、ぜひね、確認しておいてください。こっそり直します。では、今回はね、速度と加速度、丸三、円運動編をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。